はい、こんにちは、ある99です。今日ね、出してきました、こちらですね、ジュエルマイスターですね。まあ、なんだかね、すごいね、やたら派手なね、こちらのアートワークになってるんですけども、まあ、テーマ的にはですね、どうも山からですね、宝石を切り出してきてですね、自分のね、このジュエルでね、そちらのところにですね、定まったある宝石をはめ込んでいきましょう。そしたらね、点数になりますよ、と。まあ、こういう系になってるわけなんですよね。で、山からね、取ってきて置いていったら、だんだん点数が入るので、まあね、可愛らしいゲームなのかなというふうに思っておったんですが、これがまたね、そうはいかないんですよね。やることは非常にシンプルなんですけども、なかなか激しいインタラクションが隠されているゲームでございました。というわけで今日はこちらですね、ジュエルマイスターをね、ご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、ちょっとね、仕掛けが面白いゲームなんでね、順次ご紹介したいと思います。まずこれね、これジェリータイルって言ってですね、まあ、いわゆる宝飾品ですよね。こちらのところにね、穴があると思うんですけども、ここにね、指定の宝石をはみ込むと完成して、まあ、下の勝利ポイントがもらえますよと。まあ、これね、基本的なコンセプトなんですね。これを作って得点をもらっていきましょうとかあって、まあ、特殊なね、コンボが発生したら追加トークンが発生するなんていうんですね、こういうね、別の青い系タイルもありますけども、基本これを狙っていくというゲームなんですね。なので各プレイヤーの前には自分がね、達成するお題のね、今持ってるっていうこういうタイルが一定数あり、こちらの方ではですね、次にね、自分が達成したら補充できるこういったタイルが公開されているって。まあ、これはね、こういう基本の状態なんですね。で、これに何をはめ込むことができるかっていうと、各自こういったトロッコをね、1個持っていて、このトロッコはですね、3個までね、乗せておくことができるわけですけども、これがね、宝石なんですけども、これを一旦ここにプールしておいて、これからこっちの方に置いていく。こういう仕掛けなんですね。で、じゃあこれどっから取ってくるのかってことですけども、これですよね。開けますよ、開けるとガバーっとこうなってますね。いわゆる飛び出る絵本みたいになってるわけですけども、こちらのところの、ここにまあ溝がありましてですね、ここに宝石が今でダラダラダラーと上から落としたらね、溜まっていくと。こういう仕掛けなんですね。あとはこのプレイヤーのところの得点がね、今何点かって表すのの、このクリスタルっぽいミープルが0点のところに置かれていて、これでゲームの準備はね、完了というわけですね。なかなか派手なコンポーネントですよね。で、実際のじゃあプレイヤーどうするかっていうと、まあ、非常にシンプルになっていまして、自分の手番になると、まあ、2アクションできるわけなんですけども、一つは、まあ、宝石取るですね。ここからね。ここから宝石取るですね。で、もう一つがここから宝石はめるですね。まあ、そりゃそうですよね。で、もう一個がどうしようもなくなったら、ここから宝石を捨てるなんですね。基本これだけなんですね。例えば、取ろうというときは、この一番下のね、ここの宝石取るわけですよね。ガバッとこう取ると、まあ、当然詰まってきますよね。で、これ1個取ると。こういう仕掛けですよね。これが1アクション。で、手番では実は2アクションできるので、じゃあもう1アクション目はこれはめますよって、もうこれ終わりですよ。2アクション。次のプレイヤーどうぞと。こういう仕掛けですね。で、またぐるぐるぐるって手番回ってきたら、じゃあ1アクション目はこれはめますよ。2アクション目はまたこれを取りますよと。これを繰り返していくと。こういう感じですよね。で、さっき言いました、ここから捨てるって全然意味がないように見えながら、まあ、これご覧いただいたら分かる通り、順番で並んでるんですね、これね。ガガガガって。で、先っぽ取れないわけですよね。一番最先端しか取ることができないんだけど、いるもんねえがななんてとかあるわけですね。一旦取って捨てちゃって次のを取るとかね、ここ3個しか絶対置けないので、なんとここは空きが作らないと取れなくなっているので、ここのところをどうやってかくるくる回していくっていうのが一つのミソなんですね。で、これをやりながら1個完成すれば、はい、完成しましたっていうと、完成した宝石は返し、3点なら3点をもらい、これは自分のところで完成にし、新しいジュエルタイルをもらうというのを繰り返していって、一刻も早く20点取ったプレイヤーがもうサドンデスで勝ち、ドーンって勝ちますというタイプのゲームなんですよね。ここまでたら非常にですね、緩いゲームですよね。まあよくあるタイプのですね、優しい感じのゲームなんじゃないかなというふうに感じるわけですけども、このゲームご紹介しようと思ったのが、そうじゃないんですよね。これですよ、これ。これ。スペシャルカードがあるんですよ、これ。さっき私が言いましたですね、自分の手放ったら2アクションできますよということの選択肢の3つですね、宝石1個取る、宝石1個はめる、宝石を取るか1個捨てるって、この3つ以外のところにあと2つあるんですね。1つはスペシャルカードを1枚引くですね。そしてもう1つはスペシャルカードを使う。当たり前ですよね。これがあるんですね。このスペシャルカードも自分の手番の中の1アクションを消費して引くことができ、そして使うことができるんですね。これがめちゃくちゃ激しいんですよ、このゲームね。ほら、スペシャルカードでインタラクションをものすごいこれ担保しているタイプのゲームになっていまして、例えばですね、誰かのトロッコにあるですね、ここね、ここ宝石を3個まで全部返せっていうね、これびっくりするでしょ、これね。ここまでなんかこう、はい取って置いてとか緩いゲームだったのに、いきなり私のトロッコ空っぽですかみたいなね。まあいいです。その代わり1点あげますから、みたいなね。まあそういう問題じゃないですね。3個取るんでね、3アクション使ってるんで何を言ってるんじゃとか、まあこうなるわけですけども、まあこんなんあったりするわけですね。で、例えばあと他のやつがあると、すいませんね、あんたのトロッコに乗ってるやつから、ちょっと宝石もらえますわ、うちのところにとかね。なんだっていうね。あ、ごめんごめん、その代わり1点あげますからっていうね。これね、結構激しいアクションが、この、
青い系たっぷりなんですね。もちろん1アクション食いますけども。で、そうでないやつでもこれですね、ここね。この下から3個ガバッと取って、2個取れるなんてなんですね。1個こっち戻しちゃうんですけど、こういうですね、いきなり補充がたくさんね、基本だって1手番で1個しか取れないですからね、こう1手番2個取りますからね、こういうものがあったり、いきなり2個配置できたりっていうですね、さっきまで緩い1アクションで1個取る、1アクションで1個こちらの方に配置する、捨てるなんていうね、ゆっくりゆっくりするやつをですね、1手番とかで2アクションまでできますよなんて言ってたんですけど、ここのアクションもめちゃくちゃ派手なんですよ。ここがとにかく派手になってるんですね。これね、人の方からね、良さそうなね、まだね、何も置いてないやつはね、これ交換していいねとかね、あるわけですね。その後宝石を受けるとかね、もうめちゃくちゃ書いてるんですね。で、これだけでも十分めちゃくちゃなくせに、このピンク色の系統ですよ、これ。これ他人の手番の時に割り込めるんですよ。自分のアクション食わないんですよね。これ何かっていうと、例えば誰かが山から宝石取ったら、あ、私もはい、取りますって出せるんですね。何を言っとんじゃみたいなね。で、誰かがトロッコに宝石配置したら、あ、私も配置しますって、こういうことですね。もう置い手番ですよ。こういうめちゃくちゃなのができて、ここに出してますけど、当然のキャンセルもあるんですね。もうなんとなくお分かりかと思うんですけど、これガンガンに飛び交うんですよ、これ。もうね、これで宝石を取りの、これで人のを捨てのこれで自分の追加アクションをしますっていうのの、このカードが若干若干飛び合う。もちろんベーシックにね、ちょっと取って送ってもやりますよ。やるんですけど、これがとにかく熱くて激しいんですよね。かなりインタラクションはここで劇的に強いのが、じゃんじゃん。ちなみにすごいなと思ってるのは、1アクションでこのカードを一気に3枚引くとかもあるんですけども、3枚も持ってんのかお前はってね、なるぐらい強いカードもありまして、これが激しいんですね。で、もう一個ちょっと面白いなと思った仕掛けがあるのが、ここですね、これ。これ今スペシャルカード強いなと私お話ししましたが、得点がだん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 と入っていったり、5、10、15っていうね、この3箇所のところの色が違うのがありますよね。ここに誰かが入った、または通過したら、ここにまだ到達していない他のプレイヤー何人かいますよね。このプレイヤーは全員遅れててかわいそうねって言ってスペシャルアクションくれるんですね。1枚ずつ。だからこれまたね、ちょっとこうグズグズしている間に次のプレイヤーがガバッとこう来ると。そうするとまた到達してないプレイヤーはもらえるんですね。だからこのゲームの作ったデザイナーはスペシャルパワーの強さは分かってるわけですよね。なので遅れてるプレイヤー、誰かがねこう突出してビャーって行き始めたら、後ろのプレイヤーはもうジャカジャカにカード持ってるんですね。だって誰か通過するたびにくれますからね。こうなってくると、まあバンバンにカードが飛んできて急速にこの人たち追いついてくると、こういう仕掛けになっていて、非常に不思議なプレイ感のゲームなんですよね。なんか優しい感じのファミリーゲームなルールな気持ちが最初したのになーって、ここ一個取って、ここに置いて、じゃあここに置いたら終わり、じゃあ次の人どうぞって、あ、ここ緑と赤黄だから青しばらくないなとかね、そういうこと考えるゲームでしょとか思っていたら、そうじゃないんですよね。あいつが赤取りやがって、俺それ奪うわとかね、捨てるわとか飛んでくるわけですね。ここのところのこのね、前面のですね、アートワークが受けるインプレッションっていうところと、プレイしてるところがすごいギャップがあるっていうところがですね、なかなか面白いんじゃないかなと思いますね。やっていけばね、でもね、ガンガン飛び交うんですけど、結局なんか意地悪しても必ず点数は渡すので、結局なんか真面目にやった方が強いんじゃないかなという気はいたしますが、この派手なカードをですね、でも使わんというのはやっぱ損なので、このカードの使うところ、とはいえコツコツ真面目にやって4点取るぜとかいうところっていうところの、このコツコツ具合っていうところ、と新しく派手にカードのスペシャルパワーを使うっていうところのバランスがなかなか不思議なゲームなんじゃないかなと思いました。もちろんね、ゲーマーズゲームでは、ね、全くないんですけども、そのあたりのところね、ギャップを楽しむのがですね、面白いんじゃないかななんていうふうに思います。 The Game Gallery。はい、というわけですね、こちらね、ジュエルマイスターをご紹介いたしました。いやー、これね、このアートワークから受ける感じとはね、全然違うと思うんですよね。本当にね、最初のね感じだと、こういうね宝石のところはね、これぐるぐるぐるっと落ちていって、これをもらって貯めていって置いていくってね、すごいファミリーゲームやと思ったんですよね。そうじゃないんですよね。ガンガンにインタラクション激しいゲームなんですね。ここのところね、ギャップがすごいなと思って、今回ねご紹介してみようというふうに思いました。ただね、あんまり激しいとは言いながらですね、まあプレイ時間は大したことないので30分ぐらいで終わってしまうので、そういう意味でね、途中ストーリーゲーマーズゲームではないんですけども、たまにこうしたねゲームでね、ワイワイ楽しんでみるのもね、よろしいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ですね、こちらね、磨きに反してインタラクションが激しいゲーム、ジュエルマスターをご紹介いたしました。タグムチャンネルのハル99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。